転車に乗れば気分爽快だね。持ってなーい。お、銀河団。変な色のおかっぱの。おっと、そこのトレーナー。むむ、お前ちょっと強そうだな。ポケモン取るのは諦め。いや、許してやろう。あ、そうだ。ウサギを引き出さないと。馬からウサギへ。おもちちゃん、出ておいで。ただ弱いからな、まだまだ。ルビーやってるけど、マグマダのコスチューム一番好き。ギャルズはメガランクで使いますけども、じゃあ結構強いんじゃない？目がらなくても強いってことは。マグマ団ね、確かにコスチュームなんかしっかりしたデザインな気もするけど、あれでね、ボスが、俺ボスがあんま好きじゃないんだよな。マグマ団のボスがなんか普通のサラリーマンみたいなおっさん。自転車ください。なんかタダでくれないから。天使さん、銀河団のビルに行ったきり帰ってこないよ。ビスさんが一番好きなボス、なんだろう、なんやかんやで榊なのかも。榊かな、なんだろう。でもフラダリかな、もしかしたら。なんかデザイン、なんかネタっぽくされすぎるけど、フラダリ案外好きかもな。榊かフラダリアな。ボス、ああいうなんかロケット弾的なやつの、ロケット弾的なやつのって言い方もあれだけどさ、ああいうボス系のやつで一番普通に人気があるのって誰なの？なんかああいう系のやつってなんかこう飛び抜けて一番人気のやつはあんまいなくね。まあ、つってもジムリーダーも誰が一番人気とかよくわかんないけど。全部2個持ってんの？開けるのが仕事だった。あんまりなんかそういう、わかりやすくめっちゃイケメンで、みたいなやついないよな。ネタ人気はフラダリさんとか高いような気がするけどね。なんかそういうなんか、見た目がかっこよくて好きみたいなやつがあんまいないような気がするんだよね。例えばなんか四天王の大悟さん、四天王というかチャンピオンか、大悟さんとかすごい人気じゃん。榊人気かな、やっぱ思い出で。またね、またね、なんだろう。お、またね。さっきの挑戦のスピード感あふれちゃうね。銀河団の赤城。あ、さっきのやつボスなんだ。そうなんだ。あんなに若そうなのに。スピード感あふれる少年っていうか、イケメン君がね、すぐに挑戦者来るぜって言ってワクワクして。このポケモンにはトレーナー全員に勝たないと。自分では戦えない。どこで待ってるかね。よろしくチャレンジャーさん。ネタバレ、まあ別にダイパーやってるから、まあそんなにネタバレ気にしてないですけど、まあ、赤城ってボスなんだみたいな、そんなやついたっけっていう言ってたぐらいだからね。赤城27歳、若っ。そっか、これ全員倒さないといけない系か。まあどっちでもいいけど、どうせ倒すから。あれ、それ安らぎの鈴をなんかウサギに持たせようみたいなコメントがあったような。サービスどこだ。あ、懐きやすくなって、こいつをめちゃめちゃ懐かせて恩返しで
イエーイみたいなやつか。あとなんか持たしといた方がいいのあったかな。身とか持たしとこうかな一応。このジムだったらオレンよりも毒とか麻痺とかの方がいいかな。あーてかもうビスケット食べよう。ちょっとビスケット食べるわ。やっぱなんかみんなが夕食夕食言ってるからなんかこう。若干お腹が減る。自然とゴルバット育ててないもん。ゴルバットもあの時だったらまだなんか使えたけど、今だったらもう壁にしかなりゃしない。ゴルバットはあれだよね、空を飛ぶ本当に覚えるんだったら空を飛ぶように彼でもいいよ。まあ別にあのカーネルでいいんだけど、わかる。モモの実美味しそう。っていうかオレンの実がなんでこんな青い色なのかなっていうのが気になるけど、戦うかい。自分から話しかけないと戦えないタイプ。ミニスカートのリサ。あ、てか先発ウサギでもよかったかも。ウサギのレベル上げるっていう目的も達成したし、ムクホークインファイト使えるから普通に強いよな。ムクホークは一旦まず、ウサギを出して可愛い。そっから、カーネル。これ変な状態以上食らうとあれだけど、食らうなよ。食らった。もうなんか台本みたいに食らった。まるで打ち合わせがあるかのよう。吹き飛ばし、吹き飛ばしはちょっとさすがにいらんな。トリポケの差として毎回最初のトリポケ。あ、そうなんだ。へえ。そうなの。お、時計が回ってる。結構長めの演出だね。これ毒直しに行こう。ひえ、毒でうちのポケモン死んじゃう。いやー視界が歪む。あれポケモンセンターどこだ。ポケモンセンター。まあ、確かに偵察要員としてはね、空を飛ぶ系がいないとねやばいもんな。索敵が大事だって言って走りつけた。さーて行きますか。気球に穴を開ける要因。不思議な要因だよ。相手が気球を使うことを前提とした。あ、なるほど。この、ここに乗って、
ピョン結構倒す。アロマのお姉さん、ジゴミ、ジゴミの顔ってどっちなんだろう。上の方も顔っぽく見えるから、うわもう絶対食らってる何かしらの状態以上。この子は本当にこんな序盤からあれだね。サトシのマイバトゲットは風ボケ、迎えに来てもらえないピショットさん、そうなんだ、あれからまだずっと迎えに来てないんだ。これはもうカーネルでご利用していくか。麻痺ポケモンをなんかゴテゴテで出すの忍びないしな。麻痺直し使っときたい。麻痺とか毒とかってなんかほっとけば勝手に治るみたいな仕様じゃないのがね、辛いよね。眠るとかと違って直さなきゃ一生麻痺みたいな。全然麻痺っても楽勝だ。俺はウサギをもっとレベル上げてもよかったかもしれない。さてまた回ってはーい、お噴水も止まった。わーい、これ戻れるね。麻痺直しとか買っといた方がいいかな。毒消しとかもうちょっと、そこ脱皮は治るんだよな。いい特性だよね。技とかで状態異常治す技ってないんですかね。私はそういうあんまり向上技とかには詳しくないんだけど、そろそろそういう技とかあってもいいような。あ、リフレッシュがそれか。なんか指を振るでたまに出てるなと思ったけど、何の効果もないから何やねんあれと思ってた。リフレッシュってそうか、そういう効果なんだ。指を振るでは全く機能しないけどね。こんなわざわざ状態異常の時に出ないから。さんをちょっとナンパして、ゆきのちゃん1匹だけってことはレベルそこそこありますね。ただまあうちの鳥がもうちょっと強くなりすぎてるので、まあ、負けることはない。そうですね、ポケモンブラック伝説のポケモンのこういう技はまあ結構出てますね。動画のコメントで初めて気づく場合もあるけど、ただまああれ一応補足説明をするとですね、カットとか早送りになってる部分もあるので、で伝説のポケモンの技は強いのでそれで勝負が決まることがあるので動画のオンエア率が高いっていうのもあるけどね。だから動画で見てる人はよりたくさん使ってる感が強いかも、私よりも。
変則タイプで癒しの願いも状態じゃん。あ、5分前マジか。はあ、もう5時間も放送してるんですね。はあ、そして昔はな、5分前になるとみんな発狂してくれたものじゃが、今や発狂の影もなくみたいなね、寂しい時代となりましたね。今日中に次の話どうなんすかね。とりあえずまあこのジムは倒すとして、あ、こいつジムリーダーか。まあ、倒せるでしょう。ただなんかお餅を先発に出すみたいな、ちょっとナメプは一旦控えましょうか。カーネルで待ってたよ。私が白帯リーダーのジムリーダー、草タイプの使い手ナタネ。さっき見たときはあなたは絶対にここまで来るそう思ったんだけど、ズバリだったよ。なんていうか、そんな雰囲気出してるあなた、うん、とにかくポケモン勝負しようよ。ナタネちゃんか。え、男じゃないよね、私って言ってるけど、どっちだ、女お前とる。ちょっとなんか今のアップの絵だったらちょっと分かりにくかった。中性的な見た目なので。俺だって大きいんだから。そうなの、それちょっともうアピールしてほしいですな。今の立ちでちょっと分からなかった。お、倒しきれない。これ電光石火でいい。わあ、回復した。ロズレイド気をつけて。ロズレイドか、まあ、ナエトルはいくらなんだろう。そうですね、御三家がジムリーダーに使われてるってのはあんま見たことないかも。過去いたかしら、そんなやつ。かなりのレアケースなのでは。いや、カーネルちょっとステータス伸びが悪くないかい。シェリー、まあナイト、ナイトじゃない、カーネルで。わあ、顔が見えない。顔見せておくれよシェリー君。っていうか結構ダメージが与えられてないね。プレクターの効果かだな。リフレクターが切れた今俺に怖いものはない。ダイバーだとチェリンポ、ほう、オズレイド一回 HP 回復させたい感もあるけどな。 あまだいけるぞ。もうかっけえ、まだ終わりじゃないもの。うわ、しびれ、これは最悪だ、クソ最悪。うわー、これは結構嫌かもしんない。これ効果、他にも一つの割合強いな。一発でどんなもんだろう、いるか。おお、一発で倒した張り合いのない敗北を知りたいな。1640円か。改めて言うけど、あなた強いんだ。それだけポケモン育てるの大変だったでしょう。でもそれがあなたのポケモンへの愛情ってやつだよね。これを、それを認め、これを渡します。フォレストバッチ。カーネルね、めちゃめちゃ強くなった。居合斬りって秘伝使えるようになるから。居合斬りの技マシンまだ持ってないので、技マシンなんだよ。草結び使ってないな、まだ。せめて使わせてあげたらよかったな。草結びか、なんかちょっと
ストーリーではちょっと使いにくくないかって感じはするけどな。なんかレートとかではね、なんか結構よく見る技なような気はする。やっぱなんやかんやでそういう、なんちゅうの、レートに出てくるようなポケモンってやっぱ重いやつが多い気がするわ。ガルーラとかさ、そういう。これどこに行ったらいいんだ。ジムリーダーを倒したけど誰もいない。お抜けの体この家。いや、いつだってね、まだ覚えてないで持ってないもんな。ゲームは暗くなったけどまだ夜じゃん。ああ、まだもう一段階暗くなるのか。そういえばそんな、なんか何段階か分かれてるような。下かな。探検セット。ポケモンセンターの隣におじさん。こんなおじさんいるんですか。ここか。うるさいな。探検セット使うと初めて地下通路抜ける。それであんなことやこんなこといろんなことができるんだ。そうだ、お前さん立派な地下アドベンチャー育ててやろう。チャレンジが、はい、地下通路に行くのじゃ。使うだけ使ってみるか。夏季チェッカーもらってないような気がしますけど、どうやってもらうの。これ使えねえじゃん。使うだけって言ったかな。センターマジ結構取り逃してるのに、まあなるべく脇にあんま行かないように行かないようにって。どこだい。ぴょん。どうなついてんのか俺に。ウサギは俺に懐いてないような気がするんだけど。っていうか、なんていうの、この3匹ぐらいしか懐いてないような気がする。あ、ピカチュウが消えてる。俺のガッピーン。マジか、しょうがない。別のポケモンのイラストを描くか。よし、かけた。誰だ。そう、みんな分かってる通り注文出て違うよ。これはミュウだよ。ミュウ、ミュウ、あの伝説の子がミュウで。しばらくこれ表示させたまま行きますよ。